4月の23日、今午後3時です。今日はね、ちょっと都合ありまして、午後の撮影となりました。あれから1週間ね、どんな感じになったかね、ご紹介、していきたいと思います。結構ね、もう見た感じ、花がいっぱいあってね、いい感じかなと思っております。じゃあ早速いきます。一番端からだね。いっぱい咲いてる。ちょっと風がね強いんで、雑音、風切り音がね相当入ってるかもしれません。まずムスカリさんがすごいね、いっぱい出たね、ムスカリさん。あとはこれ何の、これ雑草なのかな、これわかんないんだけど、これ雑草なんだよね。花はこう綺麗なんだけど、これがいっぱいねちょっとはびこってきてます。ここら辺の水仙さんはもう終わっちゃったね。あとは今ここにあるのは花ニラさん、綺麗です。これほらすごい感じ。あとはねチューリップさんもそろそろ終わりになってきたのもあるし、あとは新しく黄色いチューリップ咲き始まって、金峰芸さんがねすごい勢いでね咲き始まってます。かなり出てるね。あ、これチューリップ、これ何色、これ紫っぽいような、なんかそんな感じのチューリップ、咲いてきてるね。これも多分黄色じゃないんだろうな。これ黄色いやつの下にあるのがね何色かわかんないけど、そんな感じ。あと芝桜さんもすごい鮮やかなね紫色してます。いい感じだね。タンポポさんも生えるよね、こうなると。この葉っぱこれか、この葉っぱのやつってこれなんだ。花何なのこれ、わかんないな、何の花かねちょっとわかりません。なんだろうね。あとここら辺のねグラデーションのチューリップもねそろそろ終わりだね、もうね。水仙も終わり、赤いチューリップもそろそろ終わりだね。あとはねこの間言ったけど、このチューリップがね最後にねダーンって咲いてくれるんですよ、いつも毎年。いい感じだね。これちょっと取っておこうか、もう終わりだから。花だけちょっと摘んでおこう。こんな感じでしょうかね。まだラストの水仙、あとはピンクかな、これ薄いピンクだろうね多分ね。水仙まだちょっと違う水仙もある。こんな感じでね咲いてます。ミイバラさんが相当埋まってきてるね。かわいそうだけどね、まあ頑張ってね。あ、つぼみついてる、ほらミニバラさん、つぼみつき始まってます。咲いてくれるかもね。薄いピンクのバラひろこさん。つぼみ、あ、ついてます。ほら、つぼみついてます。いい感じで、多分上の方もつぼみなんだろうね。あと、ここにね、ニョキッとこの赤いチューリップ。赤いっていうか、グラデーションの。ね、品いいよね。なんとなくこのほら花が品があるよね、なんかね。それにシャガの葉っぱがすごい、花がシャガの花がね満開になってきてます。とジバエのバラさん出てるけど、まだつぼみは見えてないな。それにロマンティックアンティークさん、つぼみは見えてないね。頑張ってね、少し育ってくれるといいんだけどね。あとはバフビューティーさん、葉っぱいっぱいになりました。ほらね、全然違うね、葉っぱの量が。葉っぱの量がね一気にねなんか増えましたね、すごい。
ホワイトのバラパンはね、葉っぱの色が違うから分かるよね、ほら。ね。すごいな。葉っぱがいっぱい出てきてる、バフビューティーさん。こっちがホワイトのバラさんだね、ほとんどね。あと上の方、混合してるけども、バフビューティーさんと。すごいすごいすごい。ホワイトのバラさん、ちなみにつぼみまだ出てないよね、まさか。まだ出ては来てないな。もうそろそろのような気がするけどね。あとは、ツルバラ、あのレオナルド・ダ・ヴィンチさんね、こっちの方もね、葉っぱが相当多くなってきてる。つぼみはまだ見えてないけど、葉っぱはすごい生い茂ってきたね。うん、いい感じです、あと隣、岩さん、岩さんすごいいい感じで、ほらいい感じで葉っぱが増えました。多分これつぼみだろうね、これ先端、これあつぼみっぽいね、もうほらつぼみだね。うん、つぼみがねかなりついてます、先端に。いい感じです。それと向かいのバラさん、向かいのバラさんもねいいね、なか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 いい感じ。多分これ、あ、つぼみだね、これ先端つぼみついてます。ラバグルードさんは、ラバグルードさんもいい感じでなってるけども、多分これつぼみだと思うんだけどね、先端まだねつぼみっていう感じにはなってないね。あと HT ニケタンはつぼみになってます。ほら小さいけどまだここ、これこれね、つぼみになってきてる。あー、こっちつぼみになってる、ほらね、いい感じで、つぼみつけてます。あと下側がねチューリップさん、いい感じになってるよ、チューリップ。あー、これあそこにあったチューリップと同じ色。あ、あっちは赤か、こっちは紫っぽいような、なんかショッキングピンクっていう感じだね。あとはこれ見て、ほら赤い、なかなかいい感じのね、チューリップ。あとはそこにクリーム色もある、これは真っ赤、ちょっとフィディ入ってっか、同じかな多分。でもこれ全然違うね、ほらね、いい感じでねついてます。あとはこの辺黄色いのがいくらかついてます。なんかねグラデーションっぽいよね、なんかね黄色じゃないけど薄い黄色でグラデーション。あとほら全部黄色一色、こんな感じね。ここら辺にもあるね、ほらいい感じ。これ斑入りの葉っぱの、あ、これか、この斑入りの葉っぱのチューリップがこの色だったんだね。あんまり咲いてないけどね、もうね昔はいっぱい咲いてたんだけどね。あとダズルさんもねもうこんな感じ、50センチぐらいまで高くなってます。クーリアさんもこんな感じで、いい感じでね、背がね高くなってきてる。あとはいいでしょう、このチューリップ、これ黄色いチューリップ、背高の黄色いチューリップ、すごい状態になってます。いいね。それに、なんだ、あとはこの中にもあるな、こん中にもチューリップが、チューリップ咲いてるこれ、あとはね赤いチューリップ、赤いオレンジか、赤とオレンジのグラデーションのチューリップ、いい感じで咲いてます。あとは赤とピンク、赤とピンクってことないか、ピンクか、ピンクのねチューリップもね、セダカのチューリップもかなり咲いてます。あと一番端がね赤と、なんだこれ、黄色と何、なんかそのグラデーションがすごいチューリップ、こんなのも咲いてます。いいね、芝桜結構咲いてるよ。あとはこちらに来てチェリーセージ、チェリーセージさんがね前回よりももっこりしてきた、ほらいい感じだね。あとヒアシンスさんがね
もう終わりまして、今葉っぱだけになってます。あとこれがね、並木草、これ並木草です。あのチェリーセージとね、ちょっと似てるような花を咲かしてくれます。あとガーデンセージがここにありまして、その前にチューリップ、今年ね、こんなに咲いてくれた。うん、去年はね、多分ほぼ咲いてないはず。1個咲いたかな、1個だけ咲いてくれたかどうかちょっともう定かではないんだけどね、今年はね、いっぱい咲いてくれたね。いい感じね、白とピンクかな、白っていうかピンクだろうね、これね。いい感じのグラデーションね、なかなかいい感じです。それと1個だけ離れて咲いてるチューリップ、いいね、なかなかね。あとは地梅のバラさんもね、こんな感じでね、新しい葉っぱを出してます。すごいね。つぼみはまだだね。南側と同じだね。つぼみはまだだけど、すごいいい感じでね、葉っぱをね、おいしい、茂らせてます。あとは松葉菊さんは葉っぱだけ、うん。あとここに芝桜、ずっと咲いてます。いい感じ。まあ以上こんな感じでしょうかね。うん、あれから1週間でね、ここまでね、変わってます。いい感じになってます。まあうちのガーデンは春だけいっぱい花があるっていうような、そんな感じなんで、まあその時期をね、楽しませてくれてるんで、本当にありがたいと思います。この後ね、画像何枚かありますんで、そちらの方をお送りします。今回もご視聴ありがとうございました。もう日が長くなったからね、いい感じだよね。3時にしてもこんな感じ。うん、日が長くなりました。